前たち、なんでここに。そこまで俺を切りたいのかよ。加藤派殿、私は本当の捨て身だ。なんとか話を聞いてもらわねば。俺も切るのか。曹操殿を追い、俺を切り、軍をしばしのものとする気か。まあ落ち着けって。俺たちうまくやってきただろ。それは変わらないと思うぜ。なら、なぜ曹操殿は。それはひとえに曹操殿の無能さゆえ。それすら分からず怯えきって。花公園殿は強く惜しかった。それは家や血筋ではなく、将として人としてのありさまあればこそ。花公園殿のご子息たるあなたがそれを継がずして何とされます。家じゃなく生き様を継ぐ。悪い父さん、かっこ悪いとこ見せちまった。みんなにも手間かけさせちまった。すまない。この借りは戦働きで返す。ああ、じゃあ帰るとしようか。